か自分の挨拶ないですかね。え、今日ないですね。あ、一応俺そんな考えてきたよ。本当ですか。うん、なんですか。あれ前田翔。前田翔です。あれなんで一応のあの紹介してもらうと見せかけて自分が普通の挨拶するっていうネタだったんですね。やばいでしょ。まあそれは今度教えてもらいましょう。あ、何回でしたっけこれ。第何回か忘れちゃったんです。あれ、デタラメバトルであるから、最近マグロさん初参戦。初参戦。10位超苦手。普段デタラメやらないらしいんですけど、超なんで、この企画で上手くなってもらえたらなと思って早速噛んじゃいました。10段階だからね、必須なのかな。じゃあのルール言うと、じゃんけんして1ピン2ピン選んでで、やると。そこはちょっと見てるから。あ、見てくれてるんですね。ありがとうございます。じゃんけんで、じゃんけんぽいでいきますよ。じゃんけんぽいでいきましょう。最初はグー、じゃんけんぽい。最初はグー入れるか。入れるか。じゃあ自分1ピーで。1ピーの方向で。よし。自分後攻なんで先選んでいただければなと思います。著作権引っかかる曲とかオールオッケーなんで。あ、オールオッケーです。いや、なんでもいいですよ。これだから引っかかる曲ぐらいしかないかなとも思うんで。いや、だいぶやってますよ。もう第22回ですからね、これが。ちょっと俺、ちょっと拝見しよう。はい。あ、でもやってるな、結構。あれ、難易度順が。じゃんけんで勝ったんで、先選んで、あ、3曲なんで自分やっぱ選びます。あの先行の方がちょっと有利かなと思って、じゃんけん勝ったんで、あの先行有利な方選びます。これ君が君を待っている。普通に映りますね。まあちょっと考えてるから行きましょう。これめっちゃ難しいですよ、きっと。超緊張してるらしいですよ。
最初ら辺で多重が来て、多重来なければフルコンできたよって言おうと思ったのに、あの普通に間違えました。いやー、やっぱデタラメむずいっすよ。むずいです。カモカの結合的、いやでも慣れないと難しいですよ。でもこの企画をやっていくうちに本当上手くなりますよ、デタラメ。自分とツッキーもね、これやりまくって上手くなったんで、デタラメ両弦のどからかみにみたいなのもできないからね、あんまりついていけないからね。まあこれから鳴らしていきましょう。では2曲目どうぞ。調べ出した拓郎さん、あの自分の再生リストから見てるんで、あの見つかるのが早いんです。2番はやった、1番がない、こちらやってない、1がない。お、じゃあやりますよ。これがない。
忘れすぎ。やばいですかね。9になっちゃうかもしれない。でまた10やりますよ。リベンジチャンスってことね。締めてくれるらしいんで、よろしくお願いします。最後の発言。デタラメでマイナスショーが快勝です。え？なんて言ったんですか？デタラメショーでマイナスショーが快勝です。あ、もう一回お願いします。テイク2、デタラメバトルマイナスショーが快勝です。ありがとうございました。